姿は見かけて嬉しくて声をかけようと覗き込んだ横顔こぼしていた涙いつも笑顔でいるけど本当は傷つきやすい君のことを知ってるよどんな夢でもこの僕が受け止めて叶えられたらそんなことを思いながら見上げた夜空この世界のどの人より幸せになるべき人がそのことに気づくため今一人になろう空空行くよ空空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 距離を通って電話かけてみたカバンから慌てて携帯出している急にどうしたのと明るすぎる声はい、くん悲しみを隠してる君を抱きしめたいいつもふざけているけど本気で考えてるよ
何を問うてみても君が考えられないんだ。あれもこれも当てはめてくと全部君。いざ告白の時はち切れそうだけど言うよ君のことが。何度問うてみてもいつも君がちらつくんだよ。昨日よりも一昨日よりも鮮明に、すでに隠せてないこの気持ちは本当なんだ。今伝えるよ。君が好きだよ。ありがとうございました。はい、中野 SAB 東京にお越しの皆さん、こんばんは。僕たちがニューラスターです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速僕から自己紹介やっていきたいと思います。ニューラスターのアウェル担当、中島ルカです。今日よろしくお願いします。お願いします。はい、ニューラスター黄色担当のトシです。よろしくお願いします。今日は、警察官の生活官、言えない、警察官の、コスプレ仮装でライブしてるので、はい、よかったら黄色振ってください。お願いします。はい、お願いします。お願いします。お願いします。はい、ニューラスター黄色担当、綾瀬海です。今日のね、まあバブイから幼稚園児ってことで大体分かってたと思うんですけど。似合っとる。はい、そうです。一人だけダラダラで、はい、はい、次お願いします。はい、そして、ニューラスター、最後にホワイト担当、関西出身、岡本ナイトです。コスプレは炭治郎の格好をします。ちなみになんですけど、僕のちょっとポイントとして、長いな。ちょっと待って、ねずこちゃんが入ってるんですよ、実は。ここが僕の注目ポイントです。お願いします。あの、中島さん、あのテーマの方お願いします。自分の、銀玉の坂田銀時です。忘れてました、すいません。はい、以上です。癖強いな。一人だけ目立ってるな。ビジビジにもうちょっと目立っていただきました。はい、じゃあ最後の曲いきましょう。聴いてください、ビースト。はい、せーの、ミューハンタスケ全員暮らせ。わい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 、イエードラ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 、真っ青なままで変わらない、未熟な心に口づけして、毒ならば飲み干してしまえ、めまいがするほど感じてたい、
つを出会えた。聞こえない、それは俺らと一緒に人生歩もう。世界で一番想像できうる世界なの。破壊してさ道の領域へ噛みつくような眼差しで標的を今射抜いて、欲しいまま生きる体にはここは少し窮屈だね。いい場所を仕掛けある声で。おい、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 いけー、ラスト。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、この後並行物販があるので、お時間ある方よかったら遊びに来てください。初回写メが1枚無料なので、撮りたいメンバーのツイッターと公式のツイッターをフォローしていただければ撮れるのでよかったら来てください。お願いします。お願いします。はい、落ち着いて一回落ち着こう、一回落ち着こう。はい、ということで以上僕たちがニューラスターでした。ありがとうございました。ありがとうございました。見てみる月になる天気予報が例年よりも早い予報。溢れた毛にかき上げ遠く見てる君の頬に心のさざなり。好きですと言えない僕をせかす心に映えるオレンジ。
ありがとうございます。ありがとうございます。やったー。ありがとうございます。はい、ちょっとね、ささやかな声でいい背中って聞こえたら。ありがとうございます。聞こえたね。はい、それでは早速挨拶の方していきましょう。せーの、あなたはキュートにメイクアップ。どうも、僕たちこちらです。よろしくお願いします。はい、それでは順番に自己紹介の方していきましょう。はい、コスメ男子研究生、今はオレンジ色のユートです。よろしくお願いします。はい、お願いします。ぜひともオレンジ振ってあげてください。よろしくお願いします。はい、新メンバーでございます。え何今の温度。はい、コスメ男子青色担当のうちうちさなきみだよ。きみちゃんです。青色を振ってください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ピカチュウじゃないよ。薄いウサギだよ。はい、コスメ男子ピンク担当のウサギです。よろしくお願いします。はい、お願いします。あ、めっちゃ迷いがあるやん。照れが出た。はい、それでは最後、コスメ男子の赤色担当、あなたの心のワクチン、マーティンです。よろしくお願いします。はい、お願いします。マーティン、お願いします。ということで、ハロウィンの2日目、ね、本日はコスメ男子全員ピカチュウに仮装してやってまいりました。いや、ね、でも最初の SE もやったピカピカね、あれ、いや、ピカってピカってなんだけどさ、あのなんか孫にも衣装たこのことやね、あの普段はおじいさんみたいなイメージがあったんだけど、ピカチュウ着るとこんなにも可愛くなるんだって。いや、なんかさ、3人ともすごい可愛いとこにさリボンついてるんだけど、なんか俺だけすげえパーティーすごい、なんかあのなんか宴会になんかやってくれ、ね、なんかね、あのちょっとあの場違いな結婚式の司会の人みたいな。服装間違えちゃいましたみたいな、なんかそう、なんかあの見た感じもね、いそうなのよ、こんな司会者が。いいよね。はい、今日はお待ち、わ、噛んじゃった。今日すごいな、迷いがあるぞお前。はい、ということで今日も一日楽しんでいきますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願いします。次が最後の曲です。聴いてください、アイライナー。明日のため寝る前スキンケアも誰よりあなたのため、どうでもいいことも全部彩り感じてたいな。ナチュラルにファンデチーク君とずっと
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではコスメ男子からで以上となりますが、最後に告知の方させてください。はい、コスメ男子次回のライブ明日31日アルハの最終日ですね、そちらの方に出演させていただきますので、よかったら遊びに来てください。はい、お待ちしております。はい、お待ちしております。この後すぐに変更物販ございます。初回の人は、シャビかチェキが無料ですので、もしよろしければ来てください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、それではこの後も最後まで皆さん楽しんでいってください。以上、どうも僕たちコスメ男子でした。ありがとうございました。決めるのは自分だから、描き出しを見て
そう自分次第手探りで掴めばいい。これからの時代描いて誰もが見たい世界へ大きな願い足跡を残して今たとえ暗闇で彷徨う僕らだって怖がらず踏み立てば先に改めまして僕たちがダッテです。よろしくお願いします。では自己紹介します。はい、お医者さんになりました上木原聖です。はい、野獣やりました二宮麦です。はい、ディライトのネム君になりました隣の智樹です。はい、鬼滅の、サミットになりましたダイナマイト大輝です。いやお願いします。本日はハロウィーンパーティーお越しくださいました皆さんありがとうございます。ありがとう、ありがとう。みんなもね、こうやってコスプレマーク加工していただいてね、いいですね、かわいいね、いいですね、よき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 、ね、ぜひ私たちはね、まあ、最後に、まあ、もう一度ご案内しますけども、うん、そうですね、特典会の方が並行でね進むので、その時にまたこのせっかくの今日限りのコスチュームですから皆さんお話にしてきて、はい、いただければなと思います。よろしくお願いします。じゃあ引き続きライブ楽しんでてください。それで聞いてください。クライアウト。声出せ、持てないのならば少し立ち止まりやり直せばいい。僕らが抱えている問題なんてそんなに難しいもんじゃないから、目を開け動き出せ、さて手を伸ばしておいて、無重力の空間で僕らと遊ぼう、時間さえ忘れて、この世界に飽き飽きしてた半端な愛はもういらない、分からないという大人が自由になれる、できるなら子供のままで開けばいい。黙れ黙れ、邪魔するやつどっか行け、始め
だろうか楽しめ、その先へ行くか、つまんないこの世界に飽き飽きしてた、半端な愛はもういらない、わかんないどういう大人が自由になれる、溜め込んだ思いはここで吐き出して、止まんない衝動のままに身を任せてよ、変わらないなら明日はない、掴みたい自由はもうほらすぐそこにある、どこまでも行けるとこまで連れてってあげよう、黙れ黙れ邪魔するやつと会計叫べ叫べ、まだ届いてこねえぞ、それでは最後の曲リバースです。その手をその手を話はしない、それでもそれでも僕は臆病で、君だけ君だけ守りたいと思えたんだ、無邪気な笑顔に見とれて、もっと素直でいよう、ラストまで盛り上がっていきましょう、誰も答えてはくれない不親切なまたいもの、正解なんてもうわからない現実、誰も分かれられないんだ、分けられるのはどうでもいい、君さえそばにいれば、見せかけ理想偽装ごまかしてみても、いつでもじゃ振り向かせられなくて、幻想ばっか描いて、リアルな自分自身に幻滅、都合のいいことばかりで永遠なんて無理してどうでもいい、そんなのフィクションだ、くだらない仮想焦燥いつまで続くの、そう、どんな言葉だって信じてほしい、この手を、はい、この手を、はい、話はしない、どれだけ、はい、どれだけ、はい、臆病でいたって、僕なら、はい、僕なら、はい、守れると気づいたんだ、無邪気な笑顔触れたいよ、何にもいらないから、今日は忘れられないよ、あの君が偽りない、した君の顔もう虚しくて、言いたいことがあるんだよ、何何え、その手を、はい、その手を、はい、僕なら
皆さん、コスプレライブ最後まで見ていただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。ではじゃあ麦から物販情報の方お願いします。はい、初めましての方、新規で、サイン付きチェキが取れるんでよかったらやったー。本日限りの、ね、コスチュームなんで、ね、ぜひどうもお話に遊びに来ていただければと思います。ではそれではライブ最後まで盛り上がっていってください。 Yeah! 以上僕たちがダラテでした。ありがとうございました。愛とはね、わびらびら違うよ。絶対なく僕と状況を遅くで近かがり放題を
ファイヤーサイバーダイバーファイバーファイバーファイバーザ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 ーありがとうございます。ありがとうございます。銃落ちちゃう。銃が落ちちゃったですね。じゃあ早速ですが、自己紹介させていただきたいと思います。僕が死神の衣装の好奇心旺盛ピンク間宮夏樹です。夏樹くんと呼んでください。せーの。夏樹くん。ありがとう。はい。スワットの、総司大佐でございます。何色ですか。ナゴミグリーンでございます。はい。よろしくお願いします。ソウシ君って呼んでください。せーの、ソウシ君。はい、熱狂的だった担当エイキです。エイキって呼んでください。せーの、エイキ。ありがとうございます。はい、プリティバットグループ最年少16歳の大泉インティダイミンディンジョーンズクリスタルスカルです。と海賊の衣装です。黄色担当です。大泉って呼んでください。せーの、大泉。ありがとうございます。はい、はじめまして、プリティバットの魔性ブルー担当キーです。キーくんって呼んでください。せーの、キーくん。ありがとうございます。今日は影響は何の衣装ですか。俺はなんだ、アリスかな。アリスね。今日は僕はリザードンです。僕はアリスかな。すげえ困る反応してたよ。さあさあ、じゃあ、早速次の曲いきたいと思います。はい、プリティバット。はい、せーの、両方女性カセットミチョコジャジャファイバーファイバー。そのまんまジャパンク寸前チエンバー。こんなペースで最低更新はやさぐれる。ウェイターウェイター、この案件はラッキー最高キーケット。トラブルと追いかけっこ日が暮れる。Oh, it's me! Oh, it's me! Action 映画もそう、顔出て瀕死から勝ち目泣いてく、立ち向かうとより強くなれる。そうやって
とその場限りの言葉はいらない。信じることは諦めることと知った時から変わり始めた。怖がりな僕が逆らうことなどできないとずっと思っていたんだ。それも遠い昔話、死ぬまで笑っていられますように。ただこの感情をさらけ出すように。時間は終わって違う命なら、これ以上のない無限な夢を見てよう。全てを周りのせいにして、ただ塞ぎ込んでたあの時から、嘘のような運命に導かれて唯一無二の居場所を見つけた。大人になること変えられなくて、一つずつなくなってく。止まりはしない、死ぬまで笑っていられますように。この感情をさらけ出すように。時間は終わってしまう命なら、これ以上のない無敵な夢を見てよう。願っていられますように、死ぬまで歌っていられますように。隠した心に色をくれた君がいるなら、僕らはまだもがくれないよ。無敵な夢を見に行こう。ありがとうございます。ありがとうございます。銃飛ばしがち。めちゃめちゃ落ちてたね。蹴飛ばしてたね。ごめんねごめんね、何回も落としちゃった。やばい、これちょっとリザードンのさ、尻尾と羽でさ、首めっちゃ締まる。マジそうだよね。すげえ重そうだった。マジやばい。じゃあキーが告知をします。はい、あ、じゃあ俺からで大丈夫。じゃあ僕誕生日が11月の22日なんですけど、11月の23日に祝日なんですけど、生誕祭をやることになりました。よいしょ、おめでとう。ぜひぜひ来てください。みんなで言われると僕は嬉しいので来てください。はい、そして明日ですね、またサブ東京さんにて、軽いイベントに出させてもらいますので、ぜひ来てください。主演後物販ございますので、初回チェキ1枚無料となっております。ぜひ来てください。それでは僕たちが、せーの、プリティーバットでした。ありがとうございます。ありがとうございます。Yeah, you go.
挫折はいきなりさ、そう立ち止まれないか、事態の座を一瞬フラグファインダーウェイ、ちょっと崩れ上がるぜ、もう最高潮にワンウェイ重症だ、泣いていた Let's do it, do it, show you how、中小規模飛び交う街、いられない避けられないなら正面から Let's go、 チャンスなんて待ってられない、どうせならば Head to Best Night、 見えたい現状よ Fake Why、 ヘコヘコ影だけ刺激さぶもなさってる、分かってる、いつだってのけのけ、そう立ち止まれない、掴み取るベルリー、ビビってなれ Get your way、ちょっと急で上がるぜ、もう最高潮にワンウェイ、地上じゃない展開、 Let's do it, do it, show you how、 負けられない、そう頂点前の Make the Beijing を起こせ、 Let's do it, do it, show you how、 More, more, fantasize、 その向こうへと、 More, more, fantasize、 Yeah, begin now、 どこに行くぜ、ゲッチなさ、全てこんなもん、 Hey, だかげ、 Let's do it, do it, show you how、時数をそのまま答えを証明する、抑えられない衝動で、ハッピーハロウィーン、ちょっと偶然も最高潮にフランウェイ、地上じゃない展開、全員で盛り上がろう、けらない早朝でプラネットメイクセンペンチューバクロセイ、スウィートゥーショーユーラー、もうもうファンタスタイル、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、皆さんはじめまして、僕たちがミスターラバーです、よろしくお願いします。はい、早速自己紹介いきたいと思います。どうも、カミゴンではなくて緑色の20歳、すごいね、そうそうすごいね、なん今日も空気読んでくれますね、さすがっすよ、ありがとうございます。はい、まあ、あのチャームポイントはですね、今日、はい、この靴下ね、ポップコーンなんですよ、これ今日ポップコーン、足ごつくないか、あれね、着ぐるみ入れるとね、こんだけでかくなんね足ごつく、すごいね、これ。じゃあ足ということで、そうですね、他はもうライブとかで見つけていただいて足でかい、はい、ということで、じゃあ次 やりづらいな、で担当からオレンジ坂井蓮です、よろしくお願いします。はい、お願いします。今日のチャームポイントはこのガチな血っていうね、ガチな血なんすか、ガチな血なんすか、それガチな血ではないっすけどね、今日は盛り上がっていきましょう、よろしくお願いします。よし、ストップ、はい、じゃあ次、はい、黄色担当最年少高校生北原由里です。大丈夫、投げられました、ちょっと頑張ってみました、あのみんなに殴っていただきました。そう、ね、結構ガチでやったよね、それもね、ガチで行かれる、うん、そうですね、行っちゃったね、結構。はい、じゃあ次、はい、青色担当日賀良介です、よろしくお願いします。お願いします。そしてチャームポイントは、チャームポイントはここのかさぶたですねそれリアルじゃないの、いや、リアルじゃないですよ、そう、リアルじゃない、書いたんですけど、なんか僕だけちょっとかさぶたになっちゃって血にあんまなりきってない感じ、ね、剥がしたくなるやつ、慣れないからね、メイクするのもね、これね、まあ、たまにあるタイプ、かさぶたです。次は、まあ、はい、じゃあ次、にゃん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 、早く略して、かわいすぎた、早く略して、今なんて言ってたの、今日は腹減ってる、よろしく、おい、そんなこと言ってたんか、そう思ったからね、今日腹減ってる。今日のチャームポイントはどこですか、にゃん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 、はい、と何て言ってたって、特にね、おい、あんだけ長いのにね、特にね、俺だけを見ろ、お、すごいな、特にね、俺だけを見ろってことそれお前がいつも言ってるやつよ、はい、お願いします、お願いします、はい、僕いいですか、いいよ、丸尾隼人です、あ、赤色担当丸尾隼人です、よろしくお願いします。チャームポイントは首です。
首をね、自分で描いたんだよね、それね。自分で描いて、鏡越しに描いたんで、ちょっとそっちから見たら逆に見えちゃうんですけど、うん、そこはあのおめだからあの、ハヤト君の身になって見てくださいね。そう、はい、あれは首なんだなと。そうです。間違えちゃいました。よろしくお願いします。はい、お願いします。拍手。はい、担当からホワイト、永瀬新です。チャームポイントは縫い目です。僕こっちの。そうね、お前ぐらい真面目にいかないとね。ここです。そうね、はい、ここね、縫い目なんです。バリオシャンティやん。はい、ということでよろしくお願いします。お願いします。お願いね、もうそろそろね、あのミュージック流れてもいい頃なんですね。あのそうですね、ということで、僕たち19時にですね、公式ツイッター皆さん見ました？見ましたか？見てねえな、ここな。見てないの？公式ツイッターの方で僕たちの Y という曲のミュージックビデオのティーザーが上がりました。ティーザーというのはごくごくショートバージョンのことですよね。はい、そうです。とてもショートバージョン。15秒ぐらいの動画が35秒ぐらいです。35秒ぐらい。はい、あんまり短くしないでください。そうですね。はい、こちら500リツイート達成で MV フルということで。はい、ありがとうございます。お願いします、皆さん。はい、今現在は140リツイートぐらい、さっきツイートしていったんで。はい、多分そのぐらいです。はい、皆さんよかったらどんどんリツイートしてください。お願いします。お願いします。はい、それでは次、早速次の曲に行きたいと思います。おい、行っちゃおうぜ。あ、見つけた。なんかあれですよね。何、はい、なんか、うん、どうした？せあらら、さあどうする？もうちょっとね、長めの話していいよと。ああどうもどうもどうも。あ、なるほどね。話すことだけ得意なんで僕ら。ラップバトルでもします。あれ、そう、いやラップバトルはちょっとハードル高いから。ラップバトル、そういうの言わなくていい。あのちょっと裏話していいですか？あ、いいですよ。あのね、新田くんはですね、本当は血のりをつけていたんですね、今日ね。あ、つけてました。最初にトップバッターでつけたんですよ。トップバッターつけたらどうなったの？実験台みたいなで、ね、そしたらあのスケみたいにかさぶたみたいになっちゃって。あ、なってこれいらんなと思って、うんうんうん、で取り取って、うんうん、で拓也に次 やってもらって。でも俺はね、うまくいってんねん。いや、あんまいってないよ。嘘だろお前、かさぶたみたいになってるよ。本当に？え、俺うまくない？なんかね、ハヤトはね、塗り方が斬新だったんですよ。うん、手に塗ったね。そうそうそう。で、ユーリはそれ自分でやったんですか？あ、そうです。自分でちょっと上手くないですか？僕初めてやったんですけど。もちろん、はい、もう真ん中行って、まだマジで投げられた人みたいになってんのよね。ほら、カメラどうか。はい、すごくないですか？ほんますごいね、それ。そうですよね。ぐでたますごいじゃん、今日も。わ、すごくなりました。行ってるね。行っちゃってんじゃん、今日。で、おい、今日満月なの？今日は満月じゃないよ。今日満月じゃないの？昨日満月や。あ、昨日満月だったのね。一緒に見たもんね、昨日ね。そうで、もうそろそろオーケーということで。あ、オーケーですか。オーケー、ありがとうございます。話しすぎてもね、ちょっとね、そうね、こいつらつまんねえなマジみたいな感じですもんね、本当に。バレちゃう。バレちゃうからね。はい、じゃあそれでは次の曲いきたいと思います。それでは聴いてください。ペインティング。君と描くくださいサビでみんなで振り付けるから、絶対にもっとね、やりましょうね、もっとね。はい、そう、ダンスに色を塗ろう、君と僕のペインティング。もうちょっと音上げてこうぜ。えい、誰よりも信じてるよ、その胸の情熱、一番近くでさ見てる。 You know I see the light、 めくった衝撃からだ、涙色の日々、後ろ指刺されたあて、 Don't waste time on troubles。 せーの、始まる、はい、バギーバ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 ー。何気ない日々の中に
紛れた誘惑、前見えない不安とか足かせになる時も、数秒前君が言った大丈夫の言葉が、目の前の色を変えて I can't do my day。 全員でいきますよ、せーの。いつも見たい、笑いながら暗く見た、一人でただ立ったりしないで、僕は隣にせーの。立ち向かえピンチさえも一緒ならさ乗り越えれる、修正して完成させよう、決して書いてって言って、鮮やかに火を踊ろう、混ぜたとしても染まることない、オリジナルの色を出して、君と僕のベイビー、 3, 2, 1, let's go。 二人だけの船の空へ虹をかけて、舞い上がり手をつないで、高く高く強く、何もなく先を想像してる、好きだけでなく嫌いも取り締まるくらい、一回百を全て捧げるから、捧げてほしい、いろんな愛を一緒に作ろう、ロマンシュであれば永遠、約束するよ、まだ君さえ知らない、君のことも教えてあげる、ハッピーハロウィンよ、行きますよ皆さん、君ともより君も思ってる、同じだといいな、絶対に溶けない魔法を今からかけてみせよ、着ぐるみ大集合、レッツゴー、力百の全て、君の全て受け入れるよ、抜け出せない悪夢の中にいても迎えに行くから、感じたことないこと、愛しい気持ち嘘じゃないから、100年先もずっと隣にいたい、解けることない魔法の言葉、今すぐよ、一回100の全て捧げるから、
死んでやれば永遠の日をセーブフィー今時間を約束するよまだ君さえ知らない君のことを教えてあげる最後に告知があります。はい、はい、僕たち11月14日にファーストワンマンライブ決まりました。ありがとうございま す。場所は渋谷エイジアさんでありますのでぜひ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 来てください。お願いします。お願いします。お願いします。はい、そして終演後に特典会があります。ですね、皆さんみんなそれぞれあれがあるのでぜひ見に来てください。あれがお願いします。あれがある、あれのあれがお願いします。例のあれがあるで、はい、ちょめちょめですね。はい、皆さんお願いします。はい、はい、それでは本日も楽しい時間ありがとうございました。以上ミスターラバーでした。ありがとうございました。トリックアトリート トリックアトリート トリックアトリート トリックアトリート。さあ今日はハロウィン2日目ということで僕たち全員ヴァンパイアになりきりました。ヴァンパイア、皆さん今日たくさん血を摂取したでしょうか。皆さん僕たちにたくさん血とたくさんの声を分けてください。よろしくお願いします。ということで今日も僕たちと一緒に最後まで盛り上がっていきましょう。スカイクライです、よろしくお願いします。声出せ、はい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 一緒に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。絶賛今こそ甘い宇宙さそデリブラネット絶対的なドキドキをしないまっすぐおいでよ1,2,3,4ブレオイ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 あー Yo check it out。連れ去ってこっちの体を、宇宙で僕らをそう姫様みたいな妄想して僕が君を月に連れてくよなんて強がりがシカゴのなんだか本当に正しさな勢いさその手を掴んだらさあ行くよ絶対かしたいんじゃない甘々な夢が見たいじゃない、yeah. こんなじゃまだまだ物足りない、だから見てみたいの
進もうか一緒にさ。そんなこんな謎が続いた僕らのストーリーはあなたとここでまた続くよ。ベリーベリーに大好きになっていいよ今ならどこへも行けなったってここにはおいでよ。辛いやちも苦いやちもなくていいよ今なら。そうベリーそうベリー改めまして僕たちスカイフライです。よろしくお願いします。本日はこちら、中野坂上サブ東京お越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。まあ、僕たちにとっては、2度目の2日目のハロウィンということで、こちらの一応ヴァンパイア衣装ということになってますので皆さんそれに合わせてちょっと自己紹介させていただきたいと思います。はい、はい、ホワイト担当してます誠です。よろしくお願いします。お願いします。はい、オレンジ担当の長谷です。よろしくお願いします。はい、海担当翔平です。よろしくお願いします。はい、水流担当和樹です。よろしくお願いします。はい、村瀬担当アルです。お願いします。はい、キル担当イキトです。お願いします。はい、ピンク担当ヒデです。よろしくお願いします。お願いします。待って、春に関してはそれ魔法使いじゃね。魔法使いは魔法使いちょっとめんどくさくなった。魔法使いは魔法使いでヴァンパイアになれる。あ、そういうこと。そう、魔法使い何でもなれるか。何でお前ちょっと味方、ね、そういうことなん。え、逆に翔平さんこれもないっすね。これね、違うんよ。ヴァンパイア衣装を赤が当たり前だと思ったから赤以外を入れたくてヴァンパイア衣装注文したらこれで写真だと思っとくこんなんと。で、来たら俺めっちゃ細いし、だからさ、傷ってね。そう、これ着丈が170だったんですよ。で、来たら見ての通り僕170センチないんで、ずるずる、ずるずる、現実見ましたもん、今回。みんなまだ分かんないかもしれないけど、翔平くんが一人だけ僕たちの中で身長が低いという。いや、あいつだろ、こいつが一番低いから。いや、そう。リフトの方が俺は低い。え、意外じゃない？いや、それは嘘です。本当に、はい、スタイル、スタイル。翔平。いや、でも今日は断トツ。低く見える。マジでやばい。まあ、一番お金かけたのはハセなのかな。いや、言うて本当に言って、はい、まだちょっと、ま、マコさんですよね。僕はほぼ私服なんです。すいません。まあね、ということで今日はヴァンパイアということでちょっとかっこいい系の曲をね、はい、メインで今日やりたいと思ってますので今日も皆さん楽しんでいってください。はい、ということで次の曲に行きたいと思います。はい、はい、それではヴァンパイアがお姫様に捧げます。それでは聴いてください。プリンシパルの君へ。最高最大の物語、真っ白な世界、ここから始まる何を描こう。どうしたのため息なんて周りばかり君らしくいること難しいけどその方が好きだよ。恋にかかる魔法をかけて君の心の鍵を開ける。最高最大の物語、カラフルになれ、僕なら見えない夢の地図。最愛を探す旅、走り出したらここから始まる君の世界。
続く傷ついても遠回りは近道になる最高最大の物語カラフルになれ大人は見えない夢の地図最愛を探す旅走り出そうよ無限に広がる世界で最高の物語幸せになれ知らないどんなも怖くない最愛を探す旅息を切らして世界を楽しめ君は主役さあ、それでは最後ハロウィン仕様である曲をやりたいと思います引っかかったでしょ、それでは最後に聴いてくださいおかえりラブ応援するよいつだ幸せだ。
ありがとうございます。もしね気になる、バンパイア衣装の方がいらっしゃいましたらね、この後僕たち、新規の方1枚無料でチェキをやっておりますので、主演後物販よかったらお越しください。よろしくお願いします。お願いします。以上僕たちスカイフライでした。ありがとうございました。イメージカラシオのレイです。よろしくお願いします。はい、イメージカラピンクのヨスケです。よろしくお願いします。はい、イメージカラ緑の空です。お願いします。はい、イメージカラのネムです。よろしくお願いします。はい、ということで今日はハロウィンライブということで、そして今日はですね、僕とソラ君のね、まずイベンターさんにありがとうございます。ありがとうございます。タイトルに入れていただいてね、ありがとうございます。ということで今日は、僕たち精一杯皆さんに今日はねお届けしていくので、よかったら最後まで楽しんでいってください。よろしくお願いします。お願いします。今日は僕とソラ君によるソロの曲をパフォーマンスを持ってきたので、よかったら今から楽しんでいただけたらなと思います。はい、それでは、はい、それでは、それでは、
Give back your love, give back your love, give back your love. Oh, 戻れないことはよく分かっていた。君の最後の目に現れてた。繋いだはずの手からこぼれた。何か拾いきれず今日にいた。どうしてどうして君の前に立つと普段の自分じゃいられなくなるの。もっと素直に可愛くいたいのに難しい。だけどもう一度だけなんて嫌いわがままだけわかってるけどとだけ空にて俺を見てばくらだけなんて時が経って限らん思い出に変わってくなんて明かりやの明かりで So I can't forget the kind 言いたいことを何一つまだ言えないままでこのまま先日は飛び進めそうにもなって可能性はない欲しくても心は君をまだ思うよ Give back in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  もう一度あの日に Give back in ならもう一度だけなんて嫌いわがままだけわかってるけどとだけ
けを愛してる歩けの湯夢たちをあの同じ説は踏まぬように歩く It's my life こんな壁は越えるかルガルだよ遠を越れば近くのものが見えなくなるこの胸の中の夢は続けるコンボウェイスネックラック共にするソウルメイ、hey! 描いたものへスタンバで進め Go Fly Away いらぬものを添えた限界超えるメイクとさらに先へLet's go. ステップステップステップはもっと高く置いてたりしないだからステップステップステップはこの手取って手を上げて Let's go! ステップステップ未来にできるどうしよう何が起こるよ Everybody clap your hands グッ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 グリラッチ君にできるよどうしよう OK ラストの皆さん腹の底から大きな声僕たちに聞かせてください Hey everybody say D-Ray 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 ラスト D-Ray D-Ray ありがとうそれじゃあラストの曲聴いてください That's why気づけば探してる街中でもどこにいても日ごとに強くなる自分でも届いてしまうほど理由を求めてる頭の中で声がする答えなど心の君への感情がそれだろう Don't let
とない、yeah、機会が今夜君へと近づいてく一歩何かが起こるだろう逃せないワンチャンス気づけたら君じゃなきゃ That's why That's why That's why して交わることのない違う星のもとなれた僕と君との距離が今手を伸ばせばとどこどに近づいていくから二度とない yeah, 機会が今夜君へと近づいてく一歩何かが起こるだろう逃せない逃せないワンチャンス気づかざくら君じゃなきゃ That's why That's why That's why ままでも君を今日奪いたい Look at the love この胸を締め付けてる理由Yeah, yeah. Let's go. Hey, hey. 、はい、ありがとうございます。はい。ということで、今日がラストのソラ君、どうぞ。ソラ君、ソラ君、どうぞ。あ、マイクが。マイ、そうですね。あざしたあざした他に言うことあるかなありちょっと語りちょっと語りな思い出してみるうん楽しかったっすねみんなで楽しかったよねきっとねディライトのなんであざしたうんこれだよ、ネムが多分喋ってくれるからなんでだよネムが喋ってくれるからなんでだよ全部任せたよ任せんじゃねえよはい、ということで今日はお越しいただきありがとうございましたまずはね、僕たちのイベントではなくてイベンターさんがね、タイトルにネムとソラ、ディライト卒業っていうのを入れてくださってまずは本当にありがたく思っています今日はここね、SUB は、かけるくんが前のメンバーのかけるくんが卒業した場所とかであってね、いろいろ僕たちも思い出がありますコロナの自粛期間後初めて出たのもここでした今日ここでね、みんなの前で最後できたのがすごく嬉しいですみんながみんながいたからコロナでね、大変な中解散とか活動休止とか脱退とか解雇とかある中でこうやって今日卒業という形で終われたのは応援してくれてる人がいたからだと思っていますみんながね決して安くないチケット代とか席代とか交通費とか今日のためにもね服とかにいっぱい愛情と時間をかけてくれたことが僕にとってすごく幸せでしたたまに来るねアンチからの死ねとか消えるとかキモいとかの言葉よりもみんながねくれる愛の方がすごく100倍嬉しくて本当にみんなに感謝していますそして僕とソラ君がいなくなっても3人のディライトどうぞよろしくお願いしますそして僕とソラ君は卒業後まだどうするか決まっていませんが僕たちのこともよかったら引き続き見守っていただけたら嬉しいなって思いますそして今日ねディライトのファンだけの方じゃないと思うんです今ここで見てるのいつ自分の推してる推しが卒業するかも分かりません
活動をね休止しちゃうかもわからないので、みんなは1分1秒を大切にして、後悔のないように、目の前にある人をたくさん好きでいて、たくさん愛してください。たくさんの愛を1年8ヶ月ありがとうございました。以上、ディライトのネムでした。ありがとうございました。言えた？言えた？待って、ネムめっちゃ喋ってたから俺もちょっと喋る。あ、喋らん。行くわ。まだ時間大丈夫だよ。オーケー、行くわ。オーケー、行きますよ。そうね、ネムがいっぱい喋ってくれてね、こうやってね、なんかいろいろ、いや、俺も言わなきゃいけないかなって思ってた。ちゃんと言わなきゃいけないかなって思いましたので、言いたいと思いますけども、いろいろ、あ、俺何年？ 2 年ですか。2年いましたね。2年いましたね。2年長いっすね。専門学科、学校ね。専門学校だったら卒業っすよ。ちょうど卒業っすね。専門学校学べるぐらい、専門のこと学べるぐらいここにいたんすよ。すごくないっすか。よっしゃ。よくわからんわ。内容がちょっと薄いっすね。大丈夫か。よっしゃ。いくか。いきますよ。はい。じゃあ本当に、本当、うん、みんな、あざした。変わってないから。だよ。変わってないから。変わってないか。はい、ということで、以上。僕たちのライブは終わります。この後よかったらぜひぜひ物販お待ちしております。ということで、以上ディライトでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。